いらっしゃいませ。サンロードの花園です。いつもご視聴いただきまして誠にありがとうございます。またまたペヤングさんから面白い商品出ましたよね。こちら、ペヤング焼きそば超大盛りハーフ&ハーフのですね。極激辛カレーに極激辛これのハーフ&ハーフが出ましたね。これどちらもね、もうものすごく辛いんですけども、それがですね、今回ハーフ&ハーフとして発売されましたのでね、今回はこちら食べていこうと思います。中にはですね、火薬とこちらの極激辛ソースと極激辛カレーソース、こちらが入っておりますよ。このソースが本当めちゃくちゃ辛いんですよね。それでは作っていきますね。まずは火薬を入れまして、それではお湯を入れまして3分待ちたいと思います。はい、お湯を入れてきましたので、それではですね、3分待ちたいと思います。それでは3分後にが、はい、それでは3分経ちましたので、お湯捨ててきますね。はい、お湯捨ててまいりました。それではですね、こちらの極激辛ソースと極激辛カレーソース、こちらを入れて混ぜていこうと思います。もうほんとこの極激辛ソース赤黒いですよね。こちらの極激辛カレーソースもですね、かなり赤いんですよね。もうね、香りから辛そうな香りがもうかなりしておりますね。まあこれ、両方食べて、まあ動画あげましたけども、ね、どちらもめっちゃめっちゃ辛いんですよね。それでは混ぜていきます。ちょっとお腹がグーってなりましたけども、そんな美味しそう、まあ美味しそうですけども、まあね、見た目はほんと、うわ、この極激辛の方今腹につんできましたね。もうほんとね、どっちもめちゃくちゃ辛かった記憶があるんですけども。はい、できました。もう香りがね、もう腹に結構きてて、やばいんですよね。それでは早速、いただきますね。ご機嫌から、からいきます。下の上がヒリヒリするの早くいきます。極激辛カレーソース、うん、やっぱカレーの香りしますね。口の中は痛いですね。それでは両方混ぜてミックスいただきます。ミックスミックスパジャマ美味しいですね。辛いですけど。もう舌が痛いですね。カレーの方が変わらず辛いですね。ひとまずカレーの方は完食しました。
頭がぼーっとしてきた。もう熱いんじゃなくてね、辛くてフフしております。やばい、なんか手がしびれていた。はい、完食いたしました。はっ、辛っ。はい、もうね、あーまだ痛い。もうね、涙は出るわ、鼻水は出るで。もうか、もうね、涙は出るわ、鼻水は出るで。もうかなりやばいですね。もう未だにね、もう口の中、かなりヒリヒリしてるんですよね。もう喋るたびヒリヒリすんで。やばいですね。もうね、新しい空気が口に入った途端、もう口の中が痛くて辛くなるんですよね。なんで唇もずっとヒリヒリしますし、喋るたびに口の中が痛くなるような感じですね。やば。もうほんとめちゃくちゃ辛いんでね、一食される際にはもうほんとお気をつけいただければと思います。ということで、ほんとめちゃくちゃ辛いんでね、一食される際にはほんと気をつけていただければと思います。ということで、こちらのペヤング焼きそば超大盛りハーフ&ハーフ、極激辛に極激辛カレー、こちらですね、ファミリーマートにも販売いたしております。もうね、もう挑戦されてみたい方はぜひですね、ファミリーマートでお買い求めいただきまして、挑戦してみてはいかがでしょうか。もうかなり辛いんでね、もうほんと覚悟しててくださいね。口の中とか周りもずっと辛いですし、お腹の中もかなり熱くなりますし、まだね、ちょっとぼーっとしてきますね。ほんと食される際には気をつけてくださいね。ご視聴いただきましてありがとうございました。まだチャンネル登録しとらんと、そらいかんばい。チャンネル登録せんといかんばい。はよしなっせ。ほら、チャンネル登録しなっせ。